はい、どうもこんにちは、ゆりです。今回はマイル旅行券を使ってできることについて2分で解説したいと思います。まずマイル旅行券なんですけど、初回はたぬきちが空港に1枚預けておいてくれるので無料で行くことができます。旅行から帰ってきた後にもう一度行きたいという方は、たぬきちのアジトに置いてあるタヌポートから2000マイルを消費して購入することができます。そしてマイル旅行券を使うには空港に向かいます。空港でモーリーに話すとマイル旅行券の説明をしてくれるので、その通り操作してマイル旅行券を使用します。そうすると無人島に連れて行ってもらえるので、ここで採取することとなります。ちなみに私は3回旅行券を使いましたが、3回とも地形や植物、遊びに来ている住人が違ったので、毎回同じではなくランダムで地形が抽選される形だと思われます。それではここでしかできないことを説明しますね。1つ目は住人の勧誘です。無人島に遊びに来ている住人を自分の島に勧誘することができます。お気に入りの住人や好みの住人がいれば積極的に話しかけるようにしましょう。そして2つ目はヤシの実が採取できることです。ヤシの実は今確認ができている範囲ではここでしか入手ができないので、必ず持って帰ることをおすすめします。持って帰った後は自分の島に植えることもできるので、優先的に拾いに行くといいですね。3つ目は石の連鎖です。これに関しては自分の島でもできますが、ここでは連鎖がしやすい位置に石が配置されているので、最大連鎖のマイレージも埋めやすいです。そのためスコップは忘れないように持っていくといいですね。4つ目は花の採取です。自分の島に咲いていない花を持って帰ることができます。売却額はそれほど高くはありませんが、引っこ抜いたものを自分の島に植えることもできるので、花が好きな人はぜひとも持ち帰るといいですね。はい、とりあえずはこんな感じです。魚と虫に関しては確認できた範囲では一面だったので、あまり旨味は感じられなかったですね。そして無人島になっている果物も自分の島と同じものだったので、他の種類の果物を手に入れたい場合はやはり通信しかないんですかね。はい、ということで今回の動画は以上になります。マイル旅行券について参考にしてもらえれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はユリでした。またねー。